では続きまして、ノンリバースボディのサンダーバードを弾いてみたいと思います。やっぱりこの我が子が可愛いというかすごくやっぱり安心する音というか、なんて言ったらいいんですけどね、まあ、もちろんあのノンリバースとリバースで全然あのセッティング一緒なんですけど全然音が違ってて、でまあ理由としていろいろ多分考えられるんでしょうけど、まあ理由がどうとかっていうのを追求するのもまあなんなんですけども、俺的にはなんかこう曲で選びたいなみたいな感じですね。ちょっとこうジャズベースライクな感じの音に近づくというか、ちょっとズビッとした感じっていうよりもちょっとなんていうんですかね、芯がグイッときた感じの、受信が若干上がって下がるみたいないい具合の、多分ギターとの兼ね合いがすごく何でしょうかね、抜けが良いところにスコッといく感じのサウンドだと思います。なんかすごくサンダーバードの中で素直な音というか、まあ往年のサンダーバードの音といった印象ですかね。なんか今の現行モデルの普通のリバースよりさらにこっちの方が前の現行モデルに近いんじゃないかなっていう、俺が持ってる現行モデルにちょっと似た、感じの路線な音なような気がします。はい。
これはもう好みで言ったら好きな音ですね。やっぱり芯があるというか、すごく楽器、特にベース、まあ、ギターもどんな楽器もそうだと思うんですけど、バンドで混ざった時にが一番結構大事だというか、一人で演奏するわけじゃないので、いくら自分でいい音がしてても、なんでしょう、混ざった時にそれがマスキングされちゃったりとか、そのぶつかり合っちゃったりとかすることを、想定して音作りとか本当はするべきだと常々思ってるんですけども、そういう時にすごくその抜けがいい、元々の音が抜けがいいっていうことはすごく大事で、多分皆さんが比べてみると分かると思いますけども、やっぱり抜けがいい部類に入るので、そういった時にすごく、ある程度オールラウンドなロックでに対応できるというか、そういうサウンドに対応できるような楽器だと思います。さっきの雷の、ノンリバースの、全く同じ仕様の2ピックアップのものと、このピックアップが違うそうで、こちらは、マイクルールのピックアップが載ってるそうなんですけども、やっぱり全然なんだろうな、音の傾向がやっぱり違ってきますよね。他の条件がもし全部一緒なんだとしたら、かなり違うように感じました。で、そうですね、俺はマイクルールのピックアップは持っていて、まあやっぱりそれの音の記憶をたどると、やっぱりそれとこのベースの共通項があるので、やっぱりそれはマイクルールの音なのかなと。で、どっちがじゃあ好きなんだよヒーセーって言われたら、俺実はローラーのが好きかも、あっちのがなんか、リアルになんか自分でさっき出してたような音に絶対近いとは思うし、ちょっとこうなんでしょうね、音の粒立ちがやっぱり揃うというか、ちょっとギラッとするというか、まあそういうところが全部抜けの良さにつながっていくんじゃないかなと思うようなサウンドですね。本当男前な感じですね。すごいこうなんでしょう、男気あふれる感じの、まあ言ってみればワンピックアップの、まあなんでしょうね、プレベとジャズベで、こっちがまあワンピックアップなんでプレベ派で、ツーピックアップがまあジャズベ派なのかななんてよく思うんですけども、まさにそういった感じのサウンドで、で意外とこういう音だとなんだろうな、ちょっと男気あふれすぎてんじゃねえかと思うけど、意外とオケに混じったりするとですね、このぐらいの感じのパンチの効いたのがあった方がベースの主張がこうなんですよ、存在ががっつり出るような気がします。で、なんでしょう、これちょっとさっき興味を示してしまったんですけども、何かっていうと、これワンピックアップでこれなんで、まあ結局コントロールしようがないんですけど、ツーピックアップの方を
あのリアを絞ったらこの音になるのかなっていうのがすごく、何でしょう、好奇心が湧きました。でちょっとわがままな、好奇心に、ちょっと答えていただき、この2ピックアップを片方だけ鳴らしたらさっきの1ピックアップの音になるのかどうかっていうところをちょっと今試してみましたが、まあなりますね、結果的には。まあ、あの全く同じではないかもしれないですけども、すごく結果的には同じ方向の音になるので、まあこれは好みで何でしょうかね、まあ選ぶのが一番なのかなっていう。はい、というわけでですね、こんだけサンダーバードが揃うことも珍しいかなと、自分のも混ぜて9本のサンダーバードを弾いてみたわけですけど、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと全部ね、あのチェックしてみてもらいたいですね。で、人それぞれ感じるところが多分違うと思うし、その欲しい音だったりとか、そのやってる音楽のジャンルだったり、そのバンドの編成だったりとかですごく変わってくると思うんですよね、ベースのサウンドって。で、僕がもうこの9本弾いた中でもかなりの本当に差があるので、本当百聞は一見に聞かずじゃないですけど、もうなんかとにかくじゃんじゃん弾いてみて、自分の好きな音を探すのが一番だと思いますね。中でちょっと気になったなと思うのは、そうですね、俺的に自分で気になったなと思ったのは、雷のあの2ピックアップのローラー積んでるやつとか、あとはエピフォンも意外とすごい良かったりとか、なんか言い出すとキリがないんですけども、まあ本当になんか興味をずっとそそるような楽器で、このサンダーバードというものをあのずっと俺も弾き続けていきたいなと思いますし、よりよりもっともっとガンガン追求していって、また皆さんの前に、こうやってサウンドメイクかなんかで、お会いできたら嬉しいなと思ってます。ヒセでした。どうもありがとうございました。